皆さんこんにちは墨田区長の山本徹です区民の皆さんには新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力をいただきありがとうございます今回私からは新型コロナウイルス感染症に関する最新の動向第8波に向けた区の対策ワクチン接種に関する最新情報についてお知らせしますまず区内の感染動向ですが 新規陽性者数の推移をグラフで示しておりますのでご覧ください11月7日から13日の1週間の新規感染者数は882人13日時点の7日間の移動平均で約126人となり10月に入ってからはほぼ横ばいで推移していましたが現在増加に転じています。 このため、今後の感染状況には十分な警戒が必要です。また、年代別では、20代から30代の若年層での増加が顕著となっています。行動が活発な若い世代の方が依然として高い割合を示しており、今後の動向を注視する必要があります。次に、区内病院のコロナ病床の使用状況ですが、 11月16日現在確保病床に対し使用率は28.6%となっており自宅療養中に体調が悪化した場合など必要な方がすぐ入院できる体制を維持しています。本日新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開き第8波に向けた墨田区での対策について私から指示しました。 今年の冬は季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症との同時流行も懸念されています区ではインフルエンザ定点医療機関を8箇所指定し毎週報告を受けていますが直近では3週連続して1名ずつ報告がありました引き続き区民一人一人の健康を守り感染拡大防止と 社会経済活動の回復の両立を確実に進めていき、今後の同時流行にも備えた対策に取り組んでいきます。医療提供体制の強化については、発熱外来枠の拡充と、区民のための入院病床のさらなる確保について、改めて医療機関への要請を行いました。また、自宅療養者の支援として、保健所を介さずに、 申し込める区民専用のオンライン診療も予定しています次に、流行時の診療の流れについてです発熱などの症状が見られたら高齢者、妊婦、基礎疾患を有する方小学生以下のお子さんなど重症化リスクの高い方は速やかに発熱外来を受診してくださいそれ以外の重症化リスクの低い方は ご自身で検査キットによる検査をお願いします受診に迷った場合は墨田区発熱コロナ相談センターにご相談ください次にご自身で検査をする場合の方法についてです区では9月から区民を対象に症状がある場合など必要な時にお近くの薬局で検査キットを受け取ることができる 独自の無料配布事業を行っています11月10日15時時点で1784人に検査キットを配布しました気になる症状が出た時や濃厚接触者になった場合などはぜひこの検査キットをご活用いただき陽性の場合は東京都の陽性者登録センターに登録をお願いします 区では3万6,000回分の検査キットを確保しており、ご覧の薬局で配布しています。詳細は、区のホームページをご覧ください。次に、ワクチン接種についてです。接種状況は11月16日時点で、3回目については183,299人、対象者のうち68%の方が接種を受けています。 四回目については九万三百六十一人で三十五点二パーセント。五回目については一万六千三百六十三人で六点四パーセントとなっています。オミクロン株対応ワクチンの接種を推進するために。十一月二十五日、二十六日に臨時ワクチン接種会場を丸井錦糸頂点六階に開設します。 対象は1、2回目接種を受けた12歳以上で前回接種から3ヶ月以上経過している方です。受付時間は25日が午後3時から午後7時30分までで26日が午前11時30分から午後4時までとなっています。当日は接種券や本人確認書類 接種履歴が分かるものをお持ちいただきますが予約なし、住所地にかかわらずどなたでも接種を受けられますのでお勤めや学校帰りお買い物の際などぜひお立ち寄りくださいまた12月16日17日も同様に開設しますので年内の接種をご検討ください さらに11月21日から東京スカイツリーイーストタワー会場において予約なし接種を実施します実施日時や条件等の詳細については区のホームページに掲載していますのでご確認をお願いします特に高齢者など重症化のリスクが高い方はインフルエンザの予防接種も併せてお早めにご検討ください また現在感染の兆しがない方も含め皆さんには万が一に備えてご自宅に解熱鎮痛薬などの医薬品や抗原検査キットを準備しておくなど事前の対策もお願いします隅田の街でもきれいなイルミネーションが見られる季節になりましたお出かけの際は寒さや 感染対策に気をつけてお楽しみください今後も人と人との温かいつながりを大切にしながら区民の皆さんの安全安心を第一に全力で取り組んでいきますのでご理解ご協力をお願いします。